なんかわかんないけど太ももの裏が痛い。こう押さえると、うん、あの引っ張ったりするからね、うん、対角線上なんでね、はい、あの右ね、はい、膝の裏がちょっと膝の裏の上、あ、ということはストレス、この左の肩甲骨がストレスがたまるんですね。対人関係のストレスです。なので思い当たることがあればそれだったりしますよ。限界までね、肩甲骨が来るとこれポコペコ音が鳴る病気です。病気、病気っていうか、まあ、使いすぎですね。で、僕あの症例知らないのですが、ポキパキ病とか勝手に名前付けてます。限界まで疲れてるよってことです。はい、これが出てくると、はい、手のしびれとかも出てきたりするはずなんですが、一切ご覧ください。だったら、ね、まだマシなんですが、仕事しすぎです。押さえていくとほら、音が、ね、小さくなっていってくれるのでね、取れてくれると本当に良くなるんですから。なった、まあ、まあだいぶ、もうこれぐらいだったら大丈夫。痛いのかこれ、なんだ、わかりません、ありません、なんだろう、痛いんじゃないんだけど、重いんですね、響くって言うんですけどね。気持ちいいでしょ、うん、分かる人には分かるポイントです。めっちゃいいでしょ。あ、いい